流儀ですね、今回はどん底から這い上がる方法、どん底から這い上がる方法にしましょう。まあ僕はね、どん底から這い上がってきましたから。鹿児島で起業した時、借金2000万からスタートです。ここの家賃20万もなかった。まあどん底じゃないですか。もういろいろ大変でしたね。まあ僕の武勇伝ではね、毎月の返済できない、もうあとちょっと数万円足りないっていう時がありまして、でも明日なんですよ。どうするみたいな。まあパッチャイってね、ジャグラー光らせましたよ。ジャグラー光らして数万円そこで買って、それを無人君 ATM に入れて返済してた時もありますからね。いやー、ありましたね、いろいろと。いや、ほんとね、だってそれ払ったら今度またゼロですからね。来月どうするみたいな。もうほんとに自転車操業ずっとやってたので、もうどん底というか、マイナスですからね。じゃあそれをどうやって這い上がってきたのかっていうと、まあこれシンプルです。シンプルに、なんだろうな。やるべきことをやっただけですね。シンプルに。お金を稼ぐ方法は僕は知ってたんですよ。集客をして商品を作って売る。これ知ってません？もう一度言いますね。お金を稼ぐ上で、ビジネスする上で、集客をして商品を作って売る。多分知ってますよね。多分知ってるんですよ。でもやり方は分かんないかもしれないですけど、知ってますよね、ビジネスって。で、商品、集客して商品を作って売る。これだけすげえシンプルですよね。で、僕はこのシンプルな構造を愚直に毎月やってるだけです。まあ今も毎月商品売ってるんですけど、集客をする。集客用の動画を撮る。これ集客用の動画の一部ですけども、撮る。あと、セールス用の動画を撮る。商品作って売る。これはもうずっとやるべきこと、ずっとやってたって話です。単純に。だから、這い上がる、なんか一発逆転で這い上がるとかそういうのじゃなくて、やるべきことをもう淡々と愚直にやるだけです。正当法で。普通に。だってこれなんか裏マジックあります？裏マジック何もないですよね。集客するためにコンテンツを作る。そして集客したらそのお客さんと関係性を構築するためにワンツー動画を撮る。で、あと商品を作って、その商品を売るためにセールス動画を撮る。レターを作る。で、これができない。まあこれは知ってると思う。ビジネスの基本中の基本っていうか、まあ間違いなく基本というかベースですよね、こんなのは。で、これは知ってるはずなんですよ。だから、あとはそれやり方わかんないんだったらやればいいだけなんですよ。覚えればいいだけなんですよ。でもこれやらないと覚えられないし、わかります？だから集客も、集客の日々のコンテンツ作ってなかったら集客できないだろうし、まあ広告かけるんだったら別ですけど、僕の場合は、どん底でしたから。お金なんか、広告予算なんかないですよ。そんな。金ないんで。まあ金ないからやるしかないじゃないですか。無料でね。無料で。だからそのインスタとか、今もインスタやってて、もう4年か5年か、もうだいぶやってるんですけど、隙間時間僕インスタの集客してるんですよね。いいね回りして。この前いいねしすぎてアカウント一時ブロックされましたからね。いいねしすぎて。だからもう隙間時間ももう習慣になってますね。もう隙間時間もひたすらいいねするっていう習慣ですね。だからまあ動画を撮るか、動画撮ってない時隙間時間はインスタ見ていいね回りするとかね、もう習慣ですね、もはや。だからもうなんか集客する習慣ですね、もはや。何やっててもなんか集客するための何かをやってます。だってまあほんとね、インスタのいいね周りはほんと楽なんで、めちゃ簡単ですよ。これポン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 、これでいいんで。なんかポンポンタップするといいね つけられるんですよ。で、昔それ知らなくて、でなんか教えてもらったんですけど、あ、それタップ2回したらいいねつくよみたいな。え、マジっすかみたいな。めっちゃ便利じゃないですかみたいな。今まではそのハートマークに押してたんですけど、もう超スクロールしてパパパパパパって、もう超楽ですね。誰でもできる。小学生でもできる、多分覚えれば。だからそのね、もう地味なことを ずっとやってるわけですよ。で最近もうずっとやってるし、ファンもいてるんで、そのインスタからブログ経由に来て、でブログ経由からYouTube に来て商品買う人も出てきてるし、だから、まあ僕は一番メインは YouTube なんですよね。
だけど、インスタもやってるし、でなおかつ最近そのブログ更新もずっとやってるんで、これもブログもなんで更新を続けてるのかっていうと、10年後の集客媒体ですよね。10年後検索から検索流動があるように、ブログにあるように、あとは吉谷拓郎で検索したら確実に僕の公式ブログが絶対トップに来るっていう、これ絶対トップに来るんですよ。でなぜならば、吉谷拓郎公式ブログより多分コンテンツ量をかける人がいないのでだから絶対1位に出せるんですよね。だから僕の名前で検索、なんだこいつってなった時に僕の名前検索するじゃないですか。そしたら僕のブログが絶対出てくるっていう、トップにね、っていうのをポジショニング取るためにもずっと更新する。でなおかつ SEO 的にもブログのね、なんだアベレージが上がったら、まあそのライバルが少ないキーワードだったら上位表示で多分できるんで、まあ YouTube とかね、このワードで検索してくださいみたいに言ったらブログに流動させることもできるし、それいろんな戦略があるんですけど、だまあそういうなんかね、地味なことをね、日々やってるそうです、本当に。うん、だから一発逆転ではなく、まあみんなね、なんか一発逆転狙ってるんですけど、まあ正直一発逆転ないっす、そうそうないっすよ。うん、一発逆転の確率よりかは、地道にコツコツやった方が、時間はかかりますよ。僕も時間かかりましたよ。かなりしんどかったけども、結局時間かけてよかったなって今思います。だって メディアも育ってるんで、だからこれやってなかったら今ないですもん、僕もうやってよかったなみたいな。今だからもう本当にアクセス常時あるんで、 YouTube に関してはまあ1本あたりのね再生数は少ないですけど、まあ本数多いので、まあ、アクセスがない日はないですね。だから本当に48時間で3000回から5000回回ってるんで、48時間で3000から5000はずっとアクセスあるんですよ。ずっとです、ずっとなんとかなるでしょ。まあ、これが常時48時間で1万アクセス、もしくは10万回ぐらい回ってれば、裏でね回ってればなんとかなりますから、本当に。うん、だからそれをやっぱ構築するのに時間はかかったけども、うん、であとは僕ブログ始めた理由はやっぱ YouTube 赤番食らってることがありますんで、僕ね食らった経験あるんで、まあ、なんかあった場合で一気にゼロになるわけじゃないですか。だからそれを阻止するためにも、まあリストもしっかり取っておくのと、あとはブログですね。ブログは赤番の概念ないですから。だからブログもずっと続けてる。だからこれはまあ保険の部分もあるんですけど、YouTube のね、保険っていうところで。うん。まああとインスタも保険みたいな感じですよね。主軸は動画だけど。まあそんな感じでやりましょうってことですね。コツコツと。一発ドカーンじゃなくてね、コツコツが勝つってことですね、最終的に。僕はそれを信じてやってきました。で信じてやってきたんだけど、まあ実際借金も返せたし、親に車プレゼントすることもできたし、まああとまたね、僕新しい車買いたいんで、まあ、頑張って買おうかなと思ってるんですけど、まあ僕いろんなお客さん見てますけど、本当にぐる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 回って結局何もコツコツやってないんですよ、本当に。でまあありがたいんですけど、ぐるぐる回ってまた僕の商品買っていただけるっていうね、まあありがたいですけどね、ぐるぐるずっと回り続けてくれてるんで、結局僕のところに行き着いて、また吉谷さんやってんなっつって僕の商品買ってくれるんですけど、逆にありがたいですけどね、それはそれでもっと回れと俺の手の中で回れみたいな話ですけど、まあいいや、まあ、自分でやりましょう、うん、ドリームアカデミアのコンセプトは羽ばたけっていうねコンセプトですから、僕の商品買っていただけるのはありがたい。ビジネス的にはね、買えで、セールスしていくんで買えですし、俺からしか買うなみたいな話なんだけど、まあ僕の言葉として言うならば、もう買うんじゃなくて自分でやれよっていう。だからこれはちょっと二極化あるんですけどね。でももし僕から商品買ってくれる人がゼロだったら僕生きていけないのでね。だからこれはまあ二極必要なんですよね。二極あります。でも自分の思いとしては、もうやるべきことは自分で集客して自分で商品作って売ることだよね。それを やらないといつまでたってもお金稼げないよっていう事実があるわけなんで、うん、だけどビジネス的に言うと買いなんですよねまあ詐欺師ですから。はい、いってらっしゃい。